静岡市立商業高等学校は、静岡県静岡市駿河区夕東3丁目に、所在した市立の商業高等学校学校再編統合により、静岡県立静岡南高等学校と統合し、静岡県立駿河総合高等学校となった。これに伴い、2013年3月31日に、閉校した。統合後の学校は、 静岡市立商業高等学校跡地に開校し、2012年度以前の入学生は統合後、駿河総合高等学校商業課に在籍することとなった。市商デパートとは2000年から2011年まで毎年12月に行われた学校行事である。実行委員や店長を中心に企画運営、仕入れ販売、経理、広報などすべてを生徒たちが分担している。 このような実践的商業教育を始めたのは、喧嘩発である。期間中、生徒は、社員となり、実行委員長が、代表取締役社長となる。毎年12月第2土曜日と日曜日の2日間に、開催され、その日は、学校関係者以外にも校内が開放される。売られているものは、デパートというだけあって、自動車、家具、食品など様々である。 現在の店舗は約20店舗あり、自動車、自転車、植物、スポーツ用品、海産物、本部企画、家具寝具、輸入雑貨、文具携帯グッズ、茶和菓子、喫茶店、弁当、食堂、菓子、衣料品、パン、玩具、静岡の名産品、他県の名産品、商店街、宝石メガネ家電、生鮮食品、ネット販売、デザインコースの店舗である。 また、第8回首相デパートからは、若者婦人部区に代わり、首相店街という店舗に変更した。井上智弘、高校野球、二校加盟を、高野連承認、清水桜が、岡と、鶴ヶ総合。毎日新聞静岡県外では、これと同様な試みを、京都府立商業高等学校で、首相デパートという名で実施していた。現在は、 p i s ルデパートに名称変更されている。ありがとうございます。